はい、どうもショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。いや、今日は晴れましたね。今日は本当の快晴です。めちゃくちゃいい天気です。はい、でですね、まあ、ちょっとコメントに反応できてなくて申し訳ございません。コメントしたかったんですけど、コメントしたいのよりも先にですね、僕の喋りたいことを喋るっていう方がちょっと優先してしまったので、はい、でですね、ちょっと今回はこれ喋ったらなんかこう見ている方のなんかためになるかなと思ったものをちょっと今回ピックアップして喋ろうと思います。で、結構質問というか、まあ、コメント欄でメンタルノートって何書いてるんですかっていうか、もうちょっと詳しく教えてくださいっていうか、なんか例えば紙じゃなきゃダメなんですかとか、結構そういう、まあ、コメントだったり質問いただいて、まあ、結構なんかその興味を持ってもらってるなっていう、まあ、そういう印象がありましたので、まあ、それについてですね、今からじゃあ3時間ぐらい喋っちゃいますっていうぐらいですね、喋れちゃうんですけど、まあ、3時間じゃ足りないですね。なんか3日間ぐらい欲しいぐらいな感じなんですけど、まあでもそんな長くはちょっと喋っていられないので、まあちょっとじゃあどんなこと書いてるのかっていうのと、その紙じゃなきゃダメな理由っていうのをちょっとお話ししようかなというふうに思います。なんで紙じゃなきゃダメなんですかっていう理由今から話しますけど、まあ僕ですね、パソコンのエクセルシートだったりとか、そのエクセルじゃなくてスマホのエバーノートアプリを使ってですね、まあ電車の中だったり、あとはそのノートを切らしちゃった時とかは普通に書いてます。はい、全然アプリ使って書いてますけど、でもですね、例えばまあこういう風になんかわーって書いてて、わーって書いてて、なんかちょっと A っていうのを書いて、で B っていうのを書いて、で C っていうのを書いて、で C と A がちょっとなんか関連付けされてるなって思った時に、なんかこう線とか B って引きたいじゃないですか。なんか図書いたりとか、うん、でもそのエバーノートだったり、エクセルだったりとか、エバーノートでなんかあっと思った時にすぐパッてこうノートビュッてこう線引いたりとか、自由に引いたりとか、そういうなんかその自由度的なものはやっぱノートが最強だなっていう僕の印象です。はい、で、なので、まあ、もちろんエクセルだったりエバーノートも使いますけど、基本的には自由度がナンバーワンのこのノートを使ってます。紙を使ってます。はい、であとはまあ、これ単純に僕真似っ子マスターなんで結構真似するの好きなんですけど、その先輩たち、まあ、尊敬するですね、経営者の方たちとかがノートを使ってるんです、うん、っていうのを知る前では僕は普通に Excel だったらエバーノートでいいじゃんって思ってました。はい、でも、まあ、すごい人が誕生日プレゼント何が欲しいかってなった時にノートが欲しいというふうに言っていて、なんでノートなのかなと思ったら、なんかそのこういうメンタルトレーニングをやるからなんだそうです。はい、へーと思って、でそれから僕はこのノートを書くようになりました。じゃあ僕が何を書いてるか、実際何を書いてるのかっていうのを、じゃあ今からですね100個言いますって言ってもまたですね、また100個も言うの、じゃあ興味ねえしって思うかもしれないんで、3つだけちょっと今回はシェアさせていただきます。じゃあ1つ目はですね、カッコつけ費を書き出すっていうことです。例えばスマホで撮ればいいじゃん、なのに一眼レフいいやつ買っちゃうとかですね、うん、そういうのはまあカッコつけ費だったりするんですけど、そういうお金の無駄ですよね、やっぱりカッコつけ費を買うっていうのは。なのでそういう自分が毎月どれぐらいですね、カッコつけ費、まあ要するにお金の無駄をしてるかっていうのを書き出すっていう、はい、カッコつけ費っていう観点から書き出すっていう、そういうのがあります。はい、あとはやっぱその会社経営したりとかビジネスやってる人っていうのはどんどん投資をしていかないといけないので、その投資を何にするかっていう、そういうワークもありますね。収入、毎月の収入の 5% を何に投資するのかっていうのをもう毎日毎日考えていくというようなことですね。ですね、自分は誰だっていうのを100個書くっていうリストアップです。例えば僕は自分は誰だって、俺は誰だって言ったら、まあ、ショッピングですね、であと男ですよね、あと東京住んでますね、あとは20代ですね、あとはみたいな感じで、俺は誰だをですね100個書くんです。そうするとなんかこう、あ、自分って自分のことそう思ってるんだっていう認識ができるんです。
例えばもう僕が前やった時は、80個目ぐらいに、なんかそのお金がなくても生きていける人間だって書いたんですよ、うん、でお金が生きているお金がなくても生きていける人間、まあ、その最低限なレベルで生きていける人間だからお金稼がなくてもいいやみたいな、そういうですねこう潜在意識的な、なんかそういうこと言っちゃうとまたスピ系かよって思われちゃうかもしれないんですけど、まあ、そういうふうにですね自分が自分ってそういうことを思ってたんだ、だからそれはお金稼げねえよなみたいな、そういうですねそういうのを発見できるっていうリストアップですね、うん、はい、ということで今回3つですね紹介させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。眠かったですか。わかりましたか。まあ、もしわからないことだったら何でもコメントで質問していただければと思います。もしですねこの動画が面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、いやー今日も気持ちいいですね。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。